もっと早く知りたかったお金の話。こんにちは、科学的に正しい読書術を書いたアッキーです。それでは今回は学校では教えてくれないお金の授業について解説をしていきます。僕たちはお金の扱い方を学校では教わっていないです。しかしお金は多くの人にとって大きな問題の一つです。人によって考え方に違いはありますが、お金を大切だと思っている人がほとんどです。今後気持ちよくお金と関わるためには無駄な損を避けることが大切です。銀行や証券会社や保険会社などの金融ビジネスに関わる人に頼りすぎるとほぼ間違いなくお金で損をします。お金は自分で学んで判断する必要があります。お金はあると便利ですが、あくまでもお金は手段です。またお金のことをあれこれ気にかけるのは楽しいことではないです。お金のことを気にしない生活が理想的です。今回は学校では絶対に教えてくれないお金の知識を7個解説していきます。この動画がためになった、参考になった人はぜひいいねやコメントをお願いします。1個目、お金があっても幸せにはなれない。お金があれば幸せになれると思っている人がほとんどですが、お金だけでは絶対に幸せになれないです。もちろんお金で避けられる不幸があるのは事実です。ではどうしたら幸せになれるのか。僕たち現代人が幸せを感じるためには心身ともに健康であること、そしていい人間関係を作ること、さらに経済力が必要です。これらの要素が一つでも完全に欠けると幸福感がゼロになってしまいます。お金は幸せに関わる要素の一つです。お金はないよりもあった方が安心すると思います。一方でそれが必ずしも絶対ではないこともあります。実際にお金があることで新たな不安が生まれるケースもあります。残念ながらお金はたくさんあればあるほど安心も大きくなるものではないです。たくさんのお金を手に入れた人はお金が減ったらどうしようといった新たな不安を抱えるようになります。手に入れたお金が誰かに盗まれるかもしれない、インフレや法制度の改正でお金の価値が損なわれるかもしれない、そう思ってしまいます。このようにお金や資産がたくさんあっても悩みの種っていうのは尽きないです。たくさんお金を持っているだけでそのお金を狙ってくる人間に騙される可能性も飛躍的に大きくなります。大体の場合お金はないよりもあった方が安心ですが、お金がたくさんあればあるほど幸福度や安心が比例して増していくものではないです。2個目、お金と付き合う3つのポイント。お金だけでは幸せにはなれないですが、お金が幸せの役に立つことは間違いないです。そしてお金について忘れてはいけないポイントが3つあります。1つ目、お金は備えになる。お金は使いたい時に何にでも使えるため将来の備えになります。欲しいもののすべてがお金で買えるわけではないですが、お金という備えを持っていると将来お金を使って必要なものに変えることができます。そしてある程度の貯金を持つと生命保険も不要になります。お金が備えになるため保険という損な賭けに参加しなくてもいいです。2つ目、お金は手段であり目的ではない。お金があるかどうかを人間を評価する時の価値観にしてしまうと不幸の原因になります。お金は所詮手段です、目的ではないです。お金が目的になると平均的な人よりも稼いでいることを自慢したり、自分よりも稼いでいる人に劣等感を持つようになってしまいます。3つ目、お金があれば新たなお金を稼ぐことができる。お金は投資することで経済活動に参加できます。同じ仕事をして同じ収入で同じ生活をしている2人がいるとしましょう。1人はタンス預金をしています。もう1人は株式や債券など何らかの運用に振り向けています。後者の人の方が将来経済的に豊かに暮らしている可能性が大きいです。お金は適切な場所に置くことで新たなお金を稼ぐことができます。3個目、貯蓄の習慣があると差がつく。
豊かな生活を送るためには第一にお金を多く稼ぐことが有効なのは間違いないことです。収入が多いとより豊かな生活を送ることができます。しかし同じ収入の人が10人いても生活の様子は10人それぞれ違います。その収入で豊かに暮らせる人もいれば、毎月お金が足りなくて何とかやり過ごす人もいます。お金が貯まるかどうかはお金に関わる生活習慣が大きな影響を与えています。計画的にお金を貯められるかどうかで貯蓄額の差がつきます。投資を考えた時もある程度のお金があった方がいいです。投資は元本が大きい方が有利だからです。お金の貯め方には定説と言われる考え方があります。それは毎月の給料から一定の金額をあらかじめ天引きして貯金に回します。そして残ったお金を生活費にする考え方です。これくらいしないとなかなか満足のいくペースでお金は貯まっていかないです。もう一つ天引きの具体的な方法があります。給与が振り込まれる銀行口座から別の口座に毎月定額を移すように設定してみてください。それだけで移した方の口座のお金に手をつけにくくなります。もしお金を使うペースを適切に管理したいなら現金主義もおすすめです。クレジットカードの支払いを避けてできるだけ現金で支払うだけですが、手っ取り早くお金の流れを実感することができます。もしクレジットカードを利用する場合は支払い方法を絶対にリボ払いにしないことが大切です。リボ払いは結局のところ借金と同じです。リボ払いは借金生活への入り口になる認識を持ってください。年率で数十パーセント前後にもなる高利息です。金持ちからは手数料を取る、貧乏人からは金利を取るのが昨今の金融ビジネスのビジネスモデルになっています。4個目、銀行預金よりも安全な運用を考える。例えばあなたが学生から社会人になって数年が経ってある程度のお金が貯まったとしましょう。仮にそのお金が1000万円を超えたら、そのお金はどこに保管しますか？多くの人が銀行と答えます。銀行に預けると微々たるものですが、普通預金でも 0.02% 程度の金利がつきます。またたとえ銀行が破綻しても預金保険のおかげで預けているお金は守られます。しかし保護されるのは1000万円までの元本とその金利までです。そうなると1000万円を超えるお金を銀行に預けたままでいいのかという問題があります。複数の銀行に分けて預けるのが面倒な人や投資のリスクに手を出したくない人におすすめのものがあります。それが個人向け国債変動金利型10年満期です。国債を安全と考える理由は国の信用力にあります。国家が債務を保証してくれるため、国内の金融機関や事業会社の債務よりも国債の方が優位な位置づけにあります。もちろん将来を見て日本の国債が大丈夫と言っているわけではないです。国というものは極めて当てにならないものです。しかし銀行を信じ切ったり、怪しい資産保全の方法に頼ったり、金などを買うよりは安心な運用対象です。また個人向け国債は3年5年10年と満期の違いで3種類から選ぶことができますが、10年満期のものを選んでください。唯一変動金利を採用しているからです。それ以外は全て固定金利を採用しています。固定金利は金利が発行時のまま満期まで固定されるため、将来金利が上昇した場合に不利な条件になる可能性があります。使う予定が当面なくて安全に貯めておきたいお金がある人は、個人向け国債の10年満期変動金利型に貯めてください。国債を安全な運用手段として覚えておいてください。5個目、銀行との付き合い方のコツ2つ。銀行との付き合い方のコツが2つあります。1つ目、銀行はお金を運用するところではない。お金を増やすための運用を考えたときに、
銀行の店頭には買いたいと言える商品がほとんどないです。先ほど紹介した個人向け国債が唯一の例外です。銀行の店頭には手数料の高い運用商品ばかりが並んでいます。銀行の窓口には個人向け国債以外は買えるものがないのが現状です。個人のお金の運用は銀行では一切運用をしないと考えてください。一番心配なケースは運用経験がない高齢のビジネスマンが退職金が振り込まれた銀行の銀行員に勧めるままに運用デビューをしてしまうことです。退職金は絶対に銀行では運用しないと今のうちから決めておいてください。2つ目、銀行員と顔を合わせない。銀行では運用をしない、商品を購入しないと決めた以上はわざわざ窓口に出向いて銀行員に時間を使わせるのは申し訳ない気持ちを持ってください。そして購入しない商品のセールストークを聞くのは時間の無駄だと理解してください。銀行は口座のお金の流れを見ることで顧客の収入やクレジットカードの支払い状況や証券会社とのお金のやり取りも知ることができます。定期預金の満期に合わせて金融商品をセールスすることができる立場にもあります。銀行員はノルマに追われています。強引にセールスする傾向があります。迂闊に窓口に行くのはやめましょう。お金の流れをすべて把握されている銀行員に買うべきではない商品を勧める隙間を与えることは避けてください。銀行も証券会社も顔を合わさずに使うのが賢い利用のコツです。ネットバンキングの利用を考えてください。店頭に出向くよりも手数料が安く設定されています。利用時間の融通も効いて待ち時間もないです。6個目、生命保険に入るべきかを考える。日本人は他の先進国と比較して極端に生命保険が好きな国民です。しかし生命保険が本当に必要で契約すべきケースはあまりないです。生命保険はどんな保険を買えばいいかではなく、本当にその商品に入る必要があるのかを考えることが大切です。不必要な保険になるべく入らないことが保険の第一の原則になります。生命保険に加入すべきケースは家計を支える人が亡くなって残った家族が経済的に困るケースです。このような状況以外に生命保険に加入すべきケースはないです。どうしても保険に加入する必要がある場合、10年ないし20年くらいの期間限定で掛け捨ての死亡保障の定期保険をネットの生命保険会社から選ぶといいです。ネットで買うと営業マンを使っている保険会社の半分程度の保険料で加入することができます。また契約者の年齢が高い場合は共済が有利になるケースもあります。そして保険は掛け捨てにするべきです。満期にお金がもらえる保険は効率が悪く高くなってしまいます。保険会社に貯蓄や運用の機能を求めないでください。賢いお金の付き合い方の基本は貯蓄や投資は保険会社にやってもらうのではなくて自分自身でやるべきです。ちなみに医療保険は健康保険の高額療養費制度があるため不要なケースが多いです。一定額を超える医療費は健康保険組合が負担してくれます。この制度があるため医療保険の必要がないケースは非常に多いです。保険会社っていうのは金融機関の一つです。客から儲けるのが仕事です。銀行と同様に距離を取った付き合い方をするのが安全だと思います。7個目、投資は損をしてもいいと思える金額から始める。投資をする上で一番大切なことがあります。それは投資をする前にいくらまでなら損をしていいかを決めてその範囲内で投資をすることです。これは初心者でも上級者でも同じです。株式であれ債券であれ損をする可能性はあります。自分が年間でどれくらいの損失まで許容できるかをまず考えてください。そして最悪の場合でも損失がその許容範囲に収まる金額を上限にして投資をしてください。投資を始めるときはどうしてもどれだけ儲けられるかの計算ばかりに目が向きがちです。しかしそれ以上にあらかじめ損の計算をして最悪の場合に備えられるように意識的に考えることが重要です。それができない人は投資を始めるべきではないです。
またもう一つ大切なことは、投資においては初心者と上級者の区別はないと思ってください。例えば株式投資は同じ銘柄を同じ期間保有していれば、初心者が買っても上級者が買っても収益率は同じです。解説は以上です。人生においてお金は重要ですが、お金が一番大事なものではないです。お金はあくまでも手段として合理的に扱うことです。そのためにお金を合理的に扱える考え方をマスターして、自分で判断できるようになる必要があります。今回紹介した7個のアクションプランは、お金を合理的に扱う上で基本的なものです。ぜひ実践してみてください。お金の具体的な増やし方を学びたい人は、アッキーの投資アカデミアもぜひご覧ください。今回の解説が良かった、ためになった人はいいねやコメントをお願いします。